で、いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメントデイ2です。今日もピート大ということで始まります。2日目デイ2です。珍しいパー4です。フェアウェイ真ん中、ナイスショットです。ちょっと右にスライスしていますが問題はないでしょう。よいしょ、よいしょ、ちょっと左に引っ掛け気味、手前でしょうか。スミレ選手134ヤード上り140ヤード程度でしょうか、ちょっと負荷が入ったら大丈夫か。ショートです、戻ってきてしまいました。122ヤード、若干打ち上げアゲインスト、130程度でしょうか。さあ乗せることができるか、右ラフからまだ落ちています。止まりましたか。まだ動いている、あ、まだ動いている。あ、落ちてきてしまいました。ボールが約15ヤードほど落ちてきてしまいました。グリーン前はかなりの急坂になっています。和田選手、翔華選手、双方ともこのスロープ、急なスロープ約2ヤード足りないために7区の底まで落ちてしまいましたが、これがスミレ選手、やば、これはまた落ちてきてしまい、ショートになってしまった。これはまた落ちてしまった。同じ場所まで戻ってしまいました。翔華選手はスミレ選手のアプローチを見ていました。自分のボールが落ちてきたのを見て、お、ギリギリ、難しいところです。さあ笹原選手バーディーパット、惜しい、難しいラインですが読み切れませんでした。翔華選手パーセーブなるか。ここでねじ込むグリーンと貯金を使い果たしてしまいます。ちょっと弱いか。和田澄美選手、これがなんとボギーパット。ナイス、和田選手ボギーでしのぎました。ナイスパー、ナイスショー。フェアウェイ右に飛んでいきましたが、バンカーまでは行ってないでしょうか。ナイスショー。9番ホールパー5、2打目の地点になってまいりました。3人ともフェアウェイキープです。よいしょ、よいしょ、これもフェアウェイど真ん中、よいしょ。9番ホールパー5第3打目、147番、
みんな左、みんな左、ちょっとショートです。さあ86ヤードバーディー、距離に寄せることができるか。ピンの左ちょっと大きかったですね。もうないそうです。笹原選手も手前ではなく奥でした。和田進め選手同じく85ヤード、ちょっとダフったか。いや、ナイスショットです。ナイスショットボールが同じラインで一直線並んでおります。一番近いのは和田澄美選手、真ん中が翔花選手、一番遠いのが由美選手です。由美選手のラインはかなり下っていて難しくラインになってます。惜しい。ナイスタッチ。翔花選手のいるあたりから急坂になっています。それを踏まえての笹原選手、素晴らしいタッチでした。ここはかなりの急坂になっており、パーセンテージでいうと 25% ぐらいでしょうか。惜しい。ナイスパー。さあ和田選手、前半9番ホールバーディーで締めることができるか。入らない。ナイスパー。1番ホールパー4、女子にとっては流れ前本になります。よいしょ。よいしょ。よいしょ。126ヤードと女子にとっては長いパー4です。なおかつ今日はアゲインスト。笹原選手上り230です。ナイスショー。まっすぐピンに向かって飛んでいっております。いくつだった？202です。202。左バンカーは越えてグリーン左のラフ。翔花選手も200ヤード残ってます。これはピンに向かってまっすぐ飛んでいってます。あとは距離のみ。ナイスショー。笹原選手約40ヤードのアプローチショットになっています。ナイスアプローチ。和田選手は20ヤード弱のアプローチショットです。1メートル。さあ翔花選手バーディーパットです。8メートル。あの歌が良かった。楽しそうだな。スミレ選手1メートルを沈められず
残念ボギーになってしまいました。笹原選手40ヤードから1ヤードに寄せてきました。ナイスパー、ナイスアッパンダウン。11番、右は全部池のパー4にやってき、あ、パー3にやってきました。お、ピンに向かってまっすぐ、ちょっと左、これは筋ってるね。ピン右、これはちょっとドローがかかりすぎて左に行きました。スミス選手左に曲げてしまいましたが、ギリギリグリーンには残っていました。若干下りのスライスライン、翔子選手も同じようなラインが残っています。スライスあまりしませんでした。翔子選手がかなり参考になったんではないかと思います。あまり曲がりませんでした。打てない、届かなければ入らない、越えなければ入らない、これも鉄則です。笹原選手サウジバーディー、ませんでした。ナイスパー、ナイスパー。12番、短いパー4です。ナイスショよいしょ。フェアウェイ右の方に飛んできましたが、問題はなさそうです。12番パー4、残り132ヤード、ピンの左に向かってまっすぐ飛んでます。どうか、距離的には約100ヤード。ちょっとダフって手前のような。さあ翔子選手残り90ヤード第2打、ピンに向かってまっすぐ飛んでます。距離は笹原選手は約8ヤードのアプローチですが、かなりの下りフックラインになって難しいアプローチになります。軽くふわっと上げることができるか。急斜面のフックラインをちょっと読み切れませんでした。さあバーディーパット届くか。これは1メートル、5メートルのバーディーパット、1メートルショートでした。かなり上がってグリーンスピードが遅いようです。翔子選手、スミレ選手と全く同じラインの距離的には3分の2となっています。打ち切った後下りになっているので、打ち切るのが難しいラインとなります。ちゃんと打った、惜しい。
ったかと思いましたが、左に蹴られてしまいました。ナイスパー。うん、ナイスセーブ。ナイスアップアンダウン。ナイスパー。おなじみ、左側がずっと水のパーポです。う、微妙、ギリギリ止まったかな。止まったよ。チーピン系のボールが出るととんでもないことになります。OK、ナイスショー。うん、ナイスショー。13番パー4、セカンド地点に来ています。笹原選手、206ヤード。ちょっと最初から出ていく方向が左側に向かって出てきました。左ラフ、約ピンまでは30ヤードというところでしょうか。落ちないでね。あ、確かに怖い。落ちないでね。落ちたらだいぶ乗ったぞ。翔華選手セーフでしたが、スタンスが取れません。グリーン手前、ラフ、バンカー前のラフです。グラスバンカーのようなラフです。残り約160ヤードというところでしょうか。でも右にちょっと出てしまいました。バンカーか右ラフか。このボールは3名ともショットが乱れてしまいました。翔華選手、チーピンがかかったショットで池には入りませんでしたが、スタンスが取れず残り約50ヤード、グラスバンカーのようなラフからのショットになります。これはうまい寄せでした。約1メートル50センチ。笹原選手、下り約30ヤードのアプローチショットになります。うん、これもいい感じで来ています。もうすぐ来い来い。ナイスショー。和田選手は約20ヤードのバンカーショットをうまく打ちましたが、ちょっとショットでした。残り約4メートル。さあ、サンドスレッドあるか。サンディになるか。惜しい。残念、ボギーになってしまいました。さあ、翔華選手、50ヤードから2ヤードまでに寄せてきて、ナイスアップアンダウンなるか。外してしまいました。残念、ボギー。ナイス、ナイスパー。